最新の台風情報をお伝えします。現在の台風の様子、気象衛星ひまわりの方から見ていきたいと思います。こちらの方を見ていきますと、現在3つの台風が存在しているといった状況です。まずは一番画面左側、西の方から見ていきますけれども、こちらが台風9号、それからこちらが台風11号、それとこちらが台風12号という形になります。まずは台風9号から見ていきたいと思いますけれども、台風9号に関しては非常に強い強さで現在南シナ海にあります。この後西寄りに進みながら徐々に弱まり、3日15時には熱帯低気圧に変わっているものとみられています。日本への直接的な影響はありません。続いて台風11号です。台風11号ですけども、現在沖縄の南にあって強い強さで西に15キロで進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。この後先島の南の海上を西に進むような進路を取るといった状況にどうもなりそうです。強い強さで、明日ちょうどこの先島の南の方を通過していく形となりますけれども、八重山諸島を中心に明日2日お昼頃から風また波の方が高くなり、また雨の方もその後強まっていくという形となりますから、明日のお昼から明後日にかけて先島エリアに関しては大荒れの天気となりますから、十分に注意をしていただきたいと思います。続いて台風12号です。台風12号ですけども、推定15時現在ですが、南鳥島近海にあって北西に35キロ進んでいます。中心気圧が992ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。その後2日から3日にかけて小笠原諸島付近を通過するんですが、3日15時には熱帯低気圧に変わっているものと見られています。ただ今回のこの台風12号なんですけども、こちら雲の様子などを見ていくとですね、台風12号の中心実はこの付近にあるんですね。これを見ると中心付近にはほとんど雲がない状況なんですが、その周辺湿った空気なども相まってかなり活発な雨雲の方が台風の北側それから東側に広がっているといった状況となります。でこちらの方を見ていきますと、先ほどの進路3日の段階で、すでに、こちら熱帯低気圧に変わるものと予想されているんですが、この塊がですねやってくるといった形となりますので、熱帯低気圧に変わってもですね、この活発な雨雲の方が太平洋側の方にかかってくるという形となりますから、こちらの方場合によっては大雨となる可能性はありますので、最新情報は必ず確認するようにしてください。以上、最新の台風情報をお伝えしました。また詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。